Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Aujourd'hui nous allons donc finir de monter le Talos géant et faire le donjon sur lequel ça va découler. Je vous laisse donc profiter de cette vidéo tranquillement. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée si on compte à ce que vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.水晶工から連絡が来たわ。あちらの準備は万全。いつ始めてもいいそうよ。石材の方は予定した量が10。魔力を流し込む準備もご指示。ではこれで。 来る、来るぞ。 まずいぞ。奴ら手ばかり狙っているではないか。あそこが損傷したら山に取り付いていられなくなる。積み食いにしてはいつになく利口な動きをする。バウスリーの指示だとしたら脅威だな。
仕方ない。動ける仲間に連絡して罪喰いを地上に引きつけるとしよう。あれは？ひどい、ひどいのだわ。私の若木はやっぱり薄情者なのだわ。本当に困った時には必ず呼んでと言ったのに、いつまでも呼ばれないまま決戦が始まってしまうなんて。確かに妖精は人の思い通りに動いたりしないわ。私自らそんな話もしたのだわ。でも可愛い若木が泣きついてきたら考えなくもなかったのに。やっぱりひどい、ひどいのだわ。私とっても悲しいわ。気晴らしにたくさん遊んでちょうだいね。予想外ではあるが、妖精王が力を貸してくれるならありがたい。これでタロースもしばらくの間は山に取り付いていられるだろう。ヤシトラたちにもすぐ連絡をする。ここより北グルグ火山の麓で合流し、突入を開始してくれ。やはりお前たちか。私はここに楽園を再建するのだ。邪魔するな。
私は正しい、絶対に。最後に屈するのはお前たちだ。目覚めし我が力、分け与えてやろう。限界だな。ならば
みんなのおかげでやっとここまでたどり着けた。バウスリーはおそらくこの先だ。オロロガ、救いようのない反逆者ども、お前たちは死滅を望んでいるようなもんだとなぜわからない。その蛮行の果てに得られる生きるための永劫ありなりな戦いのみ。太子、私に全てを委ねれば争いの種は取り除かれるのだぞ。全部は悪もない、生きる意味や理由さを探す必要もない、不滅の楽で幸せに暮らせるというのに。確かにそれも一つの平和の形かもしれない。そう認めたからこそ私は君に死を願わなかった。過ちを正し、手段さえ改めれば人の幸せを望む者同士共に生きていけるのではないかと思ったのだ。だが今となっては君の言動は致命的に矛盾している。全て人々のためだと言うなら、君は盾にしたユールモアの民を置いて逃げるべきじゃなかった。君一人が生き延びれば再建できる楽園だと言うなら、それは民のためのものではない。君が楽しいだけの箱庭だ。ドン・バウスリー、私たちは、この世界の住民はあなた一人の思い通りになったりしません。私には未来を託してくれた優しい人がいた。彼女と約束したことを叶えたいから。あなたの他の人にだって大事な思い出や譲れない意見、守りたいものがありました。私の決して長いとは言えない旅でだってそれがあふれるくらい伝わってきました。みんながこの戦いに力を貸してくれたこと、それがあなたへの答えです。あなたがどんなに力を持ってその正義で全てを押し潰そうとしても、絶対に私たちは抗います。うるさい、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 反逆者の分際で偉そうに語るな。お前たちが誰に物を申しているか、どれほど身の程知らずか、改めて教えてやる。目覚めし我が真の力で、お前たちを送り、その亡きがらをもって愚民どもにも知らしめるのだ。私こそ人と罪悔いの血を王て、あまねくすべよと世界に望まれ全能を授かりし者。故に我が行いは一切が善、イノセンスと心得よ。これはそう簡単に越権は叶わないということかしらね。標的は大罪悔いでもある。私たちが道を開くから君は先に進んでくれ。この戦いで罪悔いとの決着をつけるんだ。